どうも、皆様、こんばんは、すすです。今回はですね、まあ、環境に、入っている、まあ、クリプトについて少しお話をしていこうと思います。まあ、クリプトの何を説明するかっていうと、このドローン EMP。あ、なんか乱破になっちゃった。ドローン EMP。まあ、簡単に言えばこれですね。これ。リブート。これについてお話をしていこうと思います。クリプトが、まあ、その、ドローンが来た時に、もしかしたら見たことあるかもしれないと思うんですけど、捨てる人、 EMP が来たら捨てる人って、まあ、たまにいるんですよ。で、これなんでかっていう、まあ、お話をしようかなと思うんですよね。まあ、クリプトが、実装した当初はその敵の EMP をかわす技術的な感じで、 EMP が来るときにアーマーを下に落とせばドローン EMP を食らわないっていうのがあったんですよね。まあ、今はパッチが入って、落としたアーマーにもダメージが入ります、 EMP のダメージ入りますよっていうのがあったので、まあ、今ほとんど、EMP が来た時に地面に落とす人ってあんまりいないんですけど、実際今でもちゃんと落とす理由っていうのがあって、まあ、生放送、してる時に、まあ、知らない方がいたので、まあ、これネタにしようと思って、やらせていただくんですけれども、もちろんちゃんと理由があります。もしかしたらカジュアルとかランクでやってる方とか、まあ、見たことあるかもしれないんですけれども、その理由をお話していくと、アーマーですね、まあ、クリプトでドローン EMP を回すときは、だいたい詰めるときか、あとは進化シールドを育てるときだと思うんですけれども、はい、ドローン視点に切り替える、サポートしてくれ。はい、リブートをやるときに、はい、このリブートでやると今125が75に増えました。進化をさせるためにリブートを適当に、打ち込みに来る場合っていうのがあると思うんですよね。多少進化させる目的で使う方って結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、こんな感じで、進化させる敵の目論みを外す、技術としてアーマーを落とすっていうのがあるんですよね。まあ、今ダメージ下に入る、まあ、落としてるアーマーにもダメージ入るとは言ったんですけれども、その落としたダメージには入りません、プラスが。まあ、それがどういうことかっていうと、敵がアーマーを抜いてたらするじゃないですか。まあ、こんな感じで、まあ、アーマーなくて、まあ、ここら辺に置いてたとしましょう。で、そういう時の EMP っていうのは、これ来て今125ですね。で、敵がアーマー抜いてたとします。まあ、白体力で、はい、やば、はい、入りません。なので敵のドローン EMP を使っての進化シールドの、まあ、そこの次の進化へのダメージを、減らすっていうことが可能です。まあ、例えば3人いれば本当は150進化シールドが進むんだけど、これを3人全員すれば1も入らないです、ダメージ。はい、まあ、これは、まあ、もちろん安全な場所でやらないといけないです。まあ、なんかここら辺走ってて、まあ、ここら辺の例えば岩とかで、まあ、ドローン EMP が飛んできた時に落としてやると撃たれた時に即死してしまう可能性があるので、まあ、家の中とか、まあ、なんか3人固まってる時とかに、まあ、大体 EMP でなんかダメージ稼ぎとかあると思うんですけど、そういう時にアーマー落とすとかやれば敵の、まあ、なんか詰めてこないで EMP だけ撃ってくる時って今割といるじゃないですか、カジュアルやってると。なんか、ああ、なんか成長させたいんだろうな、この人ぐらいの、まあ、そういう方っていらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう時のダメージを抑える、まあ、技術として今一応できます。で、もう一個が、その、自分のパーティーの人数をごまかすっていう理由があって、で、アーマー落としたじゃないですか。で、アーマーを着てる状態の敵だと、どれが分かりやすいかな。多分真ん中が一番分かりやすいと思うんですけど、ここら辺ね、ここら辺にセットして、はい、もう一回上に戻って、はい、EMP 発動。はい。で、アーマー着てる方にしか、ダメージ表記が出ないんですよ。まあ、もちろん肉体ダメージは入らないので、こっちにはダメージが入って、こっちのアーマー着てない方にはダメージが入らないっていうのがあるんですよね。ということは、アーマー落としてる方は人数がまず見えない。何人いるかが見えない。で、こっちのアーマー着てる方は人数がいるっていうのがわかるので、まあ、たとえ自分、パーティー全員でやらなかったとしても、まあ、仲間が2人それをするとするじゃないですか。そしたら、あれ？敵1じゃね？じゃあ行こうかってなった時に3人いるみたいな、人数をまずごまかすことができます。ここら辺の当たってる当たってないで、もしかしたらそのドローン撃った人が、あれ1人アーマーないとか、なんか敵が2人じゃない、じゃあ2人なら3人いるし詰めようぜってなった時に、
まあ、残りの人数が普通にイーブンなので、まあ、普通に戦えると、まあ、そのパーティー人数をごまかす理由としても一応使えるし、まあ、さっき最初言ったようにアーマーを進化させないという理由もありますし、ちゃんと、今のこの段階、今の段階っていうのはおかしいですけど、まあ、今でもちゃんとアーマーを落とす理由っていうのはあります。まあ、さっき言ったようにその、まあ、場所は考えてアーマーを落とさないと、まあ、普通に危険な場所とか全然あるので、まあ、そこら辺はご注意していただければいいかなと思いますので、まあ、EMP、飛んできて、まあ、家の中とか車線通らないだろうなここっていう時、まあ、今 EMP は味方にも、まあ、食らって、まあ、足は遅くなったりするので、まあ、EMP の中を無理やり突っ込んでくるっていうのはあんまり、いないです。まあ、なんか人数ごまかしたりとか、まあ、進化させないようにやったりとか、まあ、ちゃんと意味はありますので、まあ、クリプト来た際に、まあ、そういう風に覚えていただければ、ワンチャンうまいかわしができるかなと思いますので、ぜひご参考にしていただければいいかなと思います。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの、アルティメットなかった。